なぜこんなくだらないガキの頃の話をしたのか。これは当時の僕なりの初めての覚悟だという話。15歳の精一杯の覚悟だった。もちろんこの頃はまだそれが覚悟だとは認識してもいなければ、覚悟の意味も分かってはいない。だが覚悟とはふとしたきっかけでできるようになったりする。つまり決めれるかどうかだ。どんなことでもまず決める。あとは決めたことを最後までやる。それが覚悟。またリアルな喧嘩の話になるが、30代前半で出会った慶士というレジェンドにさらなる覚悟を教わる。その人の生き様がすごかった。慶士は僕より10歳ほど年上。若い頃結構やんちゃで、東京で有名なチームのリーダーだった。ある日、彼は敵対しているチームに呼び出される。相手はかなり大きなチームで、呼び出された場所に行けば大人数に囲まれるのは分かっていた。だが彼はその場所にたった二人で行く。実際相手は150人ほどで待ち構えていた。慶士が何人で来るか分からない状況だったことから、相手は相当殺気立っていた。Thank you.